今日はですね、ここ島根県磯竹というね、磯竹という場所の、ジーソンに来てます。でちょうどね、出雲と浜田の中間ぐらいの場所なんですけども、今ね、もうだいぶ日がね上がっては来たんですけどね、少し魚系水面に出るというところでね、まあ、ちょっと、まあ、回遊魚は回遊魚、それをジガルマッシュ、これでねちょっと狙っていきたいと思います。早速打っていきましょう。ちょうど、ね、潮目がね80メーター90メーターラインぐらいのところ、うっすら走ってて、それぞれにねちょっとだけねもやっとした反応がね、時折出るといった状況、ね、早速打っていきます、ね、ジガルマッシュ80グラムです。フルキャストした先で10メーターぐらい、潮はそれほど飛んでないです、ね、今日中ということもあってね、少しタックル落としてます。システム自体はねロッドは103の XH、 ラインはねメインライン、今転売店の2号入れてます。おやりました、左手餌は小さいかな、追ってる魚もそんな巨大じゃないけどね、今上で始めましたよね。水面少しざわついたところでね、軽くね表層リトリフ、いやー、ね、少しざざっとしたところで、出てきたのはね、若し、ちょっと稲田までいかないぐらいだけどね、マッシブ、ね、80、一発でしたね。やったー。ね、多分ね散発的にポコポコと魚出ると思うんでね、まだね、あー餌見えるな、イワシっぽいね、もしかしたらちょうどジャストぐらいのサイズかもわかんないですよ。少しだけ沈めます。今ね餌は上にいるんだけどね、魚自体が少し下です。なんかあんだけベイトいたら下もにぎわってていいよね。下がね割とね砂な感じ、ゴツゴツしてないんですよ。うん、ここねブリ、まあサイズね、若し稲田、ワーサブリ、まあいずれにしてもね結構下方向ホールへのねアタックっていうのが結構多いんで、早く誘ってスイッチ入れてね、実際に食ってくるのが下向きの動き、こういうことは結構よくあることです。でその時のねやっぱりホール姿勢が安定してるっていうところがね、マッシブ備わってるんで、そういうところでちゃんとアタックしてくる、まあ、スイッチを入れて食わせる、で速い動きにしてもね食わせの間っていうのは作らなきゃいけないんで、それがホール姿勢であったりとか、あとは滑走する距離大きさ、そういうところが結構重要になってくるんで、ね、まあマッシブ目指したのはね、ジガロ
すでに、ね、出てるノーマルのGガードのあのレスポンスの高さ、あれをこのコンパクトなボディでも、しっかりとその遺伝子を受け継ごうという形でね、どうしてもねこう塊感の出るボディになってくるとね、あのそのレスポンスっていうのが当然こう滑走する方向に対する、ね、投影面積が大きくなっちゃうんで狭くなるのはしょうがない。なんだけどその中でも、高いレスポンス、求めていこうという形でね、こんだけねコンパクトなシルエットなんだけどしっかりとロッドワークに対してアクションしてくれるというのがねこのモデルの特徴です。今は潮目機体 100m ぐらいのところに、ね、うっすら潮目が入ってる、そこれをちょっと今期待して釣ってるような状況です。で正面がね若干浅いで左に行くに従って少し掘れてるようなイメージ。おっかい、よっしゃ、マッシブ80、もうね、湯吹いてた。フルキャストした先に着生からのね、少し痛いですかね。で今、ナブラーね、だいぶもう落ち着いちゃったんですけど、そこからね、今、日が高くなってるタイミングですけどね、なんと、できたね。ロツはね、103のこの育成時先輩店の2号にね、マッシブで 80g 下から多分ね、折って食ってきた感じ、少しサイズ良くなったんじゃないかな。よしよしよし、お、あ、ごめんごめん、キラゴ、キラゴ、うわやべ、ごめん、キラゴだ。お、変わった。いる。変わりました。だいぶね、到着してから、今、1時間半ぐらい経ったんですけど、風がね、始めて、これもね、実は状況変化の一つでね、魚が口を使いだと一つのきっかけになる。水面が少しあのラフになってくると、ね、好転する場合が結構多いんですね。ちょっと同じ場所行きます。今触りました。自分の立ち位置から見て右が少し浅いです。で徐々に徐々にこう深くなってるイメージで、その今ね斜面本当になだらかだと思うんですけどもね、そこの沖なんでフルキャストした先最初のね、アクションかけてるところで変わってきますね。こんだけ、今、まあ、正面ではないんですけどね、右斜め上方から風を受けてるんですけど、まあ、しっかり、キャストできる、これもねマッシブのおかげです、ね、バックに今グリーンを入れたね、紫外線で発光する、まあ、UV カラーをねゼブラ状に入れてるカラーなんですけども、ノーマルの反射系で反応しないときもね、UV カラーリングで、反応してくることがまあまああるんで、まあ、ローテーションの中の一つという中ではね、常にボックスの中に入れてる一色なんですけども、なんとなくあれだね、浅いところにこう競ってきた魚やっぱり歩きがあるんだろうね。だからそこに魚入りさえすればこうパパッと走ってくる感じ、
今みたいにちょっと渋い状況だとその手の方に入ってこないから、深いところに入ってるであろう魚をちょっと釣っていくようなイメージです。時間によって少し狙い方が変わりますよね。で結構往々にしてあるんですけど、こう全く魚抜けちゃったかなって思われるぐらい反応がない時でも、下の方にはね魚いて、まあ追い切らないとか食い切らないとか、ね、そういうことも十分考えられるんで、そういった魚に対して今度アピールしていく方法に今度シフトしていくとか、で仮にねある程度アクションを大きくしてスイッチ入れていっても、今まで例えば下から半分以上、誘い上げたところをある程度下の方にシフトしていく。いやその中でねバイトまで至らなくても何かしらこうじゃれてくるようなね反応が出てくれば、それをきっかけにこう実際に釣っていくまでの方法が組み立てられるヒントになるんで、まずはちょっと今手を変え品を変えで反応が得られれば、まずは第一段階この時間帯をクリアするヒントきっかけになるということです。いいサイズだったね。いやー痛恨だな今のは。今のは完全にこうアプローチ変えてね、ジャカ巻きしてったところでいいバイトでしたね。うわーちょっと今日バラシが多いね。 UV に反応するグリーンバックだね。グリーンのゼブラなんだけど、グリーンの UV で、うわちょっと同じアプローチもう一回行こう。今みたいにこうワンピッチで反応がない、ね、ピッチ落としていってもダメっていうところで、今逆に、ザカ巻き竿をねロッドワークを入れていく時に同時にリーディングを全てに加えていく、まあ、ショートピッチのハイスピードのアクションなんだけど、そこでアタックしてきましたね。うわ悔しい、まあ、いるんですけどこの食わないっていう状況なんで、いかにそのスイッチを入れるか、多分普通にこう見せちゃうと追わないんでしょうね。でそれでまあ追わせるきっかけスイッチを、ね、入れるのが何かというと、今まあ、ある程度スピードっていうところが一つ多分ヒントになってくるんで、まあ、それを織り交ぜながらちょっとコンビネーション追ってきたところで食わせるタイミング入れる、ないしはスピードで見てそのまま食わせちゃうか、この辺りでね探っていきますね。で海全体の今イメージとしてはあれですね、あのイワシがある程度接岸してるんで、まあそれ追っかけて、多分発生の高い時間は割と小さい魚、小型のサイズのやつが上突き上げて、まあ下の方に比較的いい魚、まあ、ヒラマサ含めて入ってそうな雰囲気で、今、日が上がって餌が落ち着いちゃったところで、下にいる魚をこう釣って拾っていくような時間帯ですかね。よし食ったよおい。よし。よし。同じところでした。ね、フルキャストした先の。少し深い方でしたね。この先触りが出たエリアです。ああ嬉しい。あ、これはワカシ。
形でした。よし、あー綺麗、マッシブの、これは UV ゼブラです。